こんにちは。緊急事態宣言が延長されましたね。ちょっと気味の悪いねメールが来たんで、ちょっと原文はお話しできないんですけども、端折って紹介すると、ある特定の都道府県ね、休業要請を出しているところがありますよね。ここっていうのは日本国内の飲食業とか食料生産を弱体化させて、で海外からのね食料の輸入ですとか、外資系って言ってもいろんなところがありますよね。アメリカやヨーロッパ以外にも外資系ってのありますよね。そこの飲食店を日本に誘致するために、まずは日本の飲食店を根絶やしにする作戦とかいうで、海外の飲食店とか食料自給者、こういったものを、日本に呼び込むための契約をすでに行っているというね。だからある特定の権力を持った人がある特定の都道府県で休業要請を強化することによって、まあなんて兵糧攻めにしてですね、飲食店なり食料生産が、まあ、壊滅した後にその利権を自分が使って海外からの業者を呼び込んだりとかするというね、そんなねファンタジーみたいなシナリオが送られてきましたけども、考える人は考えるもんですね。でもこれをファンタジーで考えるのか、ファンタジーで考えたのを実行する人がいるのかどうかで、国民レベルでは実行できませんよね。だからある一定の権限を持った人は実行できるんですよ。さあそういうふうに考えると、なんか合点がいく部分はあるんですけども、どうですかね。で今飲食店さん、なんか妙に苦しい、1年以上そんな状況に追い込まれて閉店したりお亡くなりになったり不幸が続いてますよね、で酒の持ち込みをしてくださいっていうところに対して、酒の持ち込みもダメっていうふうなね、何なんでしょうね、で保証は十分行われないということで、自国民を苦しめる、自国民を根絶やしにする、こういった身内に対するドメスティックジェノサイドとも言えるような状況っていうのは、一体ねどこの誰を利するんでしょうかね。そう考えていくと妙なシナリオが思いついちゃうんですよね。まあこれがね妄想であることを願いますよ。メールを送っていただいた方ありがとうございます。私も考えないことではなかったんですけども、私とかね何人かの方がこれを考えるってことは、それを実行に移す方がいてもおかしくないなということでございますね。何なんですかね、なんかいい加減目を覚ました方がいいんじゃないですかね、この同調圧力から。だって何なんですかね、もう無視して暮らしてもいいんじゃないですかね私はそうとしか思えないんですけど、最初から、どういうことなんでしょうね。皆さんどう思われます？やんなっちゃいますね。いってらっしゃい。